シレノス、1977年3月1日帯は、ノルウェー出身のヘビメタルミュージシャン。シャグラット、トヨダルフと共にシンフォニックブラックメタルバンド、ディムボルギルを結成したメンバーである。また、ディムボルギルの楽曲の作曲において、中心的な役割を果たしている。ディムボル、ギル以外に、デスメタルバンド、インシディアス・ディジーズでも、ギタリストとして活動している。シレノスは、 ディムボル・ギル結成時からギタリストとして活動している。また、作曲家及び作詞家としてディムボル・ギルの楽曲の多くの作曲、作詞を行っている。また、ギター以外にバッキングボーカル、ベースを担ったこともある。さらに、バンド最初期はリードボーカルを兼任しており、フォーオールティド、ストロンブラストなどで担当している。また、初期は、 アーカクジェター・サイラノスと名乗っていた。シリノスの参加する別のバンドとして、スラッシュメタルバンド、ノクターナル・ブリードが挙げられる。シリノスはこのバンドで、リズムギターを兼任しており、場合によっては、ベースも演奏した。このバンドでは、エド・ダムネイターというステージネームを使用していた。シリノスは、アメリカを中心とした世界的なアニメチャンネル、カートゥーン・ネットワークの、 放送枠の一つ、アダルトスイムでキャラクターに声を当てた。このエピソードは2007年9月21日にアダルトスイムフィックスで放映された同シリーズのセカンドシーズン最初のエピソードであった。シレノスはもともとベースの演奏を行っていたが、彼は4本の弦での演奏に限界を感じた。その後、1991年よりギターを弾くようになった。彼は、 ジューダス・プリースト、ランディ・ローズ、エディバン・ヘイレンら、彼が言うところの本当のギタリストにインスパイアされたと語っている。ティム・ボルギルでギタリストとして活動している間、シレノスはロングヘアであった。しかし、2012年現在、ピアスやヒゲを維持しつつ、スキンヘッドにしている。シレノスはインタビューで、ステージネームの由来について、 ギリシャ神話に登場するシーレーノスのラテン語の別のスペリングから取ったと語っていた。ディムボル・ギル活動書記はアーカクジェター・サイラノスを使用していたが、後に短くしてサイラノスとした。ありがとうございます。